外まで、さあ弾んだラミレスの一発、1点を返します。さあ反撃のぞろし、右手が上がりました。第6号のソロホームラン、打った瞬間相手の4番が打てばこちらの4番も打ち返す。浜の夜空に花火が打ち上がっている。4対1。さあラミちゃんのパフォーマンスです。解説森田浩二さんでお送りしていますが、まあ、今のは完璧でしたね。ただカウントが不利になったらできればやっぱアウトコースのボールを投げたいという気持ちが強いと思うんですね。これはどうだ、こちらも2打席連発、共に4番が2打席連発、面白い試合になってきました。第7号ツーランホームラン、これで一気に5対3になります。ちゃんもやる、やり返しました。5対3です。 DeNA の3点はいずれもラミレスのホームラン。さあもう一度ご覧いただきましょう。浜野ラミちゃん絶好調、まさに絶好調。浜野から2打席連発、ちょっとコントロールミスですか。多分フォークボールが抜けたような感じだと思うんですよね。だからラミレスの場合はどのボールっていうよりも、はい、とにかく、まあ、抜けたボールが来たら全部すべてストライクゾーンは打つという多分バッターだと思うんですよ、はい、うん、ですからフォアボールが少ないということだと思うんですね、はい、ただまあ状態がその、まあ、熱くなってきてっていうんですかね、うん、上がってきたような感じがしますよね、はい、まあ、春先はちょっとねどうなるかなというふうに